中年オタッキーです。ね、これ部屋の中でジャンバー着てるんですけど、この部屋にね、暖房と呼ばれる器具はないんですよ。もともと物置小屋をね、私の部屋にしたということで、まあ、めったにね、家にいないですし、ストーブももう足りてないんでね、買わなきゃいけないんですけどね。まあ、寒いんですけどね、ちょっと頑張って動画撮っていこうと思います。今日はね、よいしょ。はい、視聴者様からまたも贈り物をいただきましたんで、開封していこうと思います。それでは動画スタート。それでは開封していきますよ。よっと、なかなかの重量になっておりますよ。よいしょ。開封方向って書いてある。この間ね、この間の開封動画で、開封をね、ちょっと迷ったんで、お気遣いありがとうございます。よいしょ、よいしょ。これなんだ。ニュー FDO パーツ、これピントリングかなんかのラバーかな。よっ。ちょっと、ね、こんな感じです。結構手にですね、よいしょ、よいしょっと。んで、うわー、結構いろいろ入ってますよ。これは何だろうね。お、これはですね、フィルターですね。あ、これフィルターとかをまとめて入れてありますね。レンズフィルターとかレンズキャップとか、あ、嬉しいな。おお、これ純正のキャップとかいろいろ入ってます。まあ、フィルターもいろいろ入ってますね。これ何フィルターだ？見えねえ。老眼鏡あることはあるんだけど、まあまあ今はいいや。ではその1台目からいきましょうか。いきなり一眼レフカメラが来ます。コニカオートリフレックス T になりますね。このカメラです。このカメラ、レンズがヘキサノンのね、これ 52mm の F1.8 がついておりますね。お、いい感じですね。お、あれ外れちゃった。ん？マウントが緩んでた。ああ、いい感じです。いい感じですね。コニカのね、一眼レフカメラね、このシャッターがね、重厚な感じの音がしますが、よいしょ。ん？こっちか。よいしょ。ミラーアップないかな。これシャッターユニットなんだろうな。ちょっとわかんないな。まあ、とりあえず、たくさんあるんで先行きましょうか。これなんだろう。変わった形のカメラだぞ。あ、コンパクトですね。おー、キヤノンオートボーイズームですね。こんなカメラです。レンズが3570がついてますね。この手のね、カメラ、結構ね、狙ってはいたんですけど、まともな状態のやつがないんですよ、なかなかね。あ、これ面白いな。この手のね、カメラ、ズームはだいたい自動のことが多いんですけど、これは手動みたいですね。このカメラに知識がないので、ちょっとまた調べて使わなきゃいけないですね。
よいしょ。ん、これは、あー、これ FTB 後期ですね。FTB 前期はね持ったことがあるんですけど、後期は初めてです。お、非常に滑らかなフィーリング、いい感じですね。電池は入れなきゃいけないね。電池は、FTB 後期は何になるんだろうな。やっぱり MR9 だね。 MR9 電池が、必要なようですが、まあこれ LR44 無理やり入れても動くっちゃ動くんですけども、MR9 型の、アルカリ電池も持ってることは持ってるんで試そうと思いますね。よっ、 FTB 後期も一応 QL なんですね。あ、いい感じですね。すごく状態も良さそうです。楽しみですね。このね、なんだっけ、よいしょ、セルフタイマーレバーね。セルフタイマーレバーが、新しくなってるんですね。FTB 前期は FT と同じバーがついてるんですけども、これは、F1 と同じバーになってますね。よいしょ。よいしょ。これはレンズですね。よいしょ。お、コニカヘキサノン AR52mmF1.8 って話、同じレンズ、同じレンズだけど強度が違うな。あ、光景も違う。あ、光景は一緒か。あ、でも明らかに違うね。レンズの形状が違うね。あ、一緒か一緒か。でも共同が違う。これはどういうことだ。あ、E のマークが。どちらもあるか。これちょっと差がわかんないけど、レンズがもう一本入ってます。これちょっと調べたいと思いますね、そのうちね。とりあえず今日は、先へ進みますね。ちょっと呼ばれたんで中断しました。開封動画なんでね、一期一会なんでね。次いきますよ。ちなみに今回のね、提供者、機材提供者のりさんですね。最初に紹介しなかった、すみません。のりさんからね贈り物をいただいております。これはちょっと中望遠っぽい。うん、なんだこのレンズ、これなんだ、28FD の2850。あ、ほんでこれのね、ラバーだったんですね、さっきのやつはね。なるほど、2850という面白そうなレンズがついておりますね。あ、そうか、これ FD なんで開放になんないや。レンズにつけないと開放にならないってやつなんですけどね。はい、これ非常に面白いね、形状のレンズになってます。よっと、次いきますよ。これはコニカのケース。あ、中から何か出てきた。中から何か出てきました。うん、コニカのケースですね。さっきの、オートリフレックス T のケースがついております。で、これは何だ。あ、これキャップ類ですね。おお、ん、これでいいのかな、これでいいのかな。フィルターがなぜ今回たくさん入っております。これ一通りフィルターは使えそうですね。全部に組み入れられそうですね。おなんだこれ、ちょっとクラシカルなカメラが入っているぞ。あー、オリンパス 35S ですね。イエローフィルターがついておりますね。オリンパス 35S になります。これね、先日ね、入手したんですけど、分解に失敗してね、距離計がパンになっちゃったんですよね。
で、シャッターも動かなくなっちゃって、これはいけそうですね。どうやってこれ蓋開けるんだろう。こっちか。はい。こんな感じですね。これは、オリンパス3号ワイドっていうのを持ってるんですけど、それの映りが非常に良かったんでね、入手しようかなっていう考えてた、カメラになります。フィルターがイエローフィルターともう一つスカイライトフィルターが入ってるみたいですね。D 随行 FC、F3.5、4.5cm、45mm のレンズですね。はい、こんな感じになってますね。これはね、なかなかね、美しいですね、加工がね。この当時のね、カメラね、多分昭和30年ぐらいのカメラなんだろうけど、非常にね、その加工がこの素晴らしく美しいなってますね。成功者 MX のね、シャッターが入っててですね。はい、おっ、これはすごいのが来ましたよ。あー、現場監督ですね。現場監督の WB の方ですね。28mm ですね。おー、いい感じですね、これ。あ、開けちゃった。フィルムが入ってるって言ってたな、そういや。まあでも、撮影済みのね、フィルムはね、基本的に現、あ、でもこれ、あ、結構巻かれてな。撮影済みのフィルムは基本的に現像しないことにしてるので、これでは、これはこれでいいです。多分現像しても出ないでしょうけどね、結構古そうですね。で、電池は ?2CR5 になるんですね、これね。2CR5 になるんで、後で入れ替えて撮ってみようと思いますね。現場監督はね、レンズが非常に秀逸ということでね、楽しみのカメラであります。んで、これはなんだ？あ、ストロボですね。これキヤノンの純正ストロボか。あ、純正ストロボだ。キヤノンのね、純正ストロボになります。これはね、A シリーズにね、ストロボ AE が使えるようになる 155A ってやつですね。あ、これは非常に嬉しい。A シリーズにね、AE 使えるストロボ持ってなかったんでね、これぜひ使ってみたいと思います。以上になりますね。ストロボとカメラ1、2、3、4、5で、ケースと、キャップ類、フィルター類、あとレンズがこんな感じですね。こんなにたくさんいただいてしまいました。ありがとうございます。本当にね、ま、先日もあの動画でね、言わせてもらったんですけどもね、ちょっとオークションに負け続けています。なんか最近ね、フィルムカメラのね、オークションが、値段が上がりやすくなってるっていうね、まあ僕のせいかなっていう気もせんでもないんですけども、ただ僕の動画の再生回数を考えるとね、そこまで影響ないと思うんですけどね、まだせいぜい1500回とか 2000回ぐらいなんでね、何万回とかね、何十万回も再生されてると恐ろしい影響力があるんだろうけど、せいぜいね、1本の動画1500回、まあ多いやつでね、3500回、めちゃくちゃ多いやつね。なんで、そんなに影響ないと思うんですけど、最近ちょっとオークションの値段が上がってるんだと思うんです。多分なんですけど、フィルムカメラがちょっと流行ってきてるんだと思うんですよね。で、ちょっとオークションに負け続けてるんですよ。予算不足っていうのがまあ大きいんですけど、もっと予算がありゃね、勝てるんですけどね。この間も、なんだっけあれ、ライカのコピーライカの、なんか、偽エルマーがついてるレオタックスですか。もう完全にこれ偽物だろっていうエルマーがついてる、振動式のね、エルマーがついてるレオタックスにね、入札してたんですけど、
18,000円も行きやがってね。こんなのありえない。偽のエルマーがついたレオタックスが18,000円かよ。無理無理みたいな感じだったんですけど、最初5,000円ぐらいでスタートして、レオタックス欲しいし、ボロボロのね、偽エルマーがついてるんで、これそんなに上がんないだろうと思ったら、めちゃくちゃ上がってって。もう誰がどう見てもこれ偽物だなっていうのがね、あったんですけど、上がっていってね。まあ、そんなわけでいろいろね、入札して、もう5台セットとかもね、前はね、1000円ぐらいで楽勝で落札できたっていうのがね、もう今7000円、8000円に上がっていったりとかね、もう本当に尋常じゃない上がり方してるんですよね。で、まあ、安くね、オークションね、以前落札してるのは5台セットとかだったんですよ。その時は多分転売屋さんがあんまり動いてなかったんでしょうね。で、台数まとめてね、出品してるやつはね、転売屋さん1台ずつ売ったら利益が出るとか考えて、どうもね、職種が動くみたいでね、最近その5台まとめてっていうのがなかなか落札できなくなってて、この間ね、5台まとめてっていうのを開封した時は、あれね、2台しか使えなかったじゃないですか。な、3台最初は動いたんですけど、途中で動かなくなるやつが1台出て2台になっていきましたけどね。まあそんな感じでね、ちょっと苦戦しています。開封動画をね、期待してる方が多分多いと思うんですけど、まあちょっと苦戦しています。もうね、年の瀬でね、今年終わっていっちゃうんですけど、まあ来年はね、もうちょっとね、頑張ってオークションで、勝ち取っていこうと思います。チャンスを見てね、なかなかね、見る時間もないっていうのもあるんですよね。例えば、走っててね、気がついたらね、オークションの時間が終わってたっていうのが結構あって、まあそれはトラック運転手の、まあ、宿命なんですけどもね、そういう不利な状況もちょっとあるっちゃあるんですけど、うわ、これ落とせてたなっていうのもあるっちゃあるんですけどね。まあしょうがない部分はありますが、今回はね、まあ、そんなわけでこれたくさんいただいて開封動画を作ることができました。ね、機材結構ね、多めにはなってきてるんですけどもね、やりたいこともたくさんあって、まあ、紹介するカメラもたくさんできてね、ベストバランスでね、やっていこうと思いますね。ベストミックスという、まあ、なんかペットフードのコマーシャルみたいな感じになりますけど、フィルムもね、いただいてますし、カメラもいただいてますし、自分で仕入れたカメラもあれば、自分で買ったフィルムとかもありますんでね、いろんな企画を考えてやっていこうと思います。今回はね、本当にね、ね、初めて、手にするカメラが、まあ、ほとんどです。FTB はね、一応初期型は持ってましたけど、以前人にあげてしまったんでね、なしになってたんですね。で、本当にありがたいです。使ってみようと思います。はい、今日の開封動画はこんな感じですね。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナーです。もうね、老眼鏡が必須になってしまって、なかなか情けないんですけど、まあ仕方ないですね、年なんで、そんなことはどうでもいいんですが、作品投稿のコーナー、トップバッターはダムお猿さんの作品で2枚。お疲れ様です。先日ワンコインで、500円で釣りが来る金額安いな。コニカ C35EF、 いわゆるピッカリコニカをジャンク棚から救出。早速撮影しましたが、やばいくらい写りが良くて驚きましたので投稿させていただきます。1枚目のタイトルは高架下からの空、2枚目がね、高架下の主ということで、どちらもコニカ C35EF、フィルムがね、富士カラー100ということになってますね。で、写真なんですけどもね、非常に鮮やかな青が出てますね。これ月も実は映ってるんですよ。ほんのね、ちっちゃくですけど月も映ってますね。本当にね、これ富士カラー100って忠実再現なんですけど、青いい色が出てますね。で、2枚目はね、その高架下の主ということでね、野良猫でしょうね。こちらを驚いた表情で見ているのは何とも印象的なんですけど、何よりもね、その上空の看板がね、厚木南、矢印で名古屋、これね、海老名南ジャンクションって言ってね、新東名高速と圏央道がね、つながってるジャンクションなんですね。これ私、上空を結構頻繁に通っております。渋滞を回避するときにね、海老名ジャンクションより海老名南から行った方がスムーズなんでね、結構使ってますね。まあそんなことどうでもいいですけどね、なかなかいい写りになってます。コニカ C35EF、ピッカリコニカね、最近オークションでは結構値段が上がってきてるんで、かなりお買い得だったと思いますよ。はい、ダムお猿さん、ありがとうございます。次がね、高滝さんですね。こんにちは、こんばんは。初投稿ですね。
少年ジャンプのワンピースという漫画の登場人物の銅像です。熊本地震復興事業で、被害が多い地域に建てられて、もうそうなんですね。カメラ、オリンパス、ペン、EE3、フィルムが富士カラー100で、タイトルがね、太陽に吠えるっていうことですね。で、写真なんですけどもね、これ、ペンでこれ撮られたということで、結構ね、フレア、ゴーストも出ておりますがね、それもこれも完全に狙った写真になりますね。これなかなか印象的な写真になっております。僕は実はね、ワンピースの、知識ないんですよ。ワンピース読んでないんでわかんないし、アニメも見てないんですけどもね、なかなかこれ印象的、狙って撮って印象的な写真になっておりますね。はい、高滝さんですね。ありがとうございます。次はね、ジンさんでいいのかな？タイトル、2枚組ですね。タイトル、1枚目、2枚目ともということですね。あ、これは前回のやつだ。ごめんなさい。ツアイスイコンコンティナのファーストロールの現像ができましたのでお送りしました。よろしくお願いしますということですね。1枚目のタイトルは描写が見たくて、2枚目のタイトルはどんな色が出てくるかなということですね。描写は目測なのでガジピンではありませんが、それなりに、2枚目は撮る前の色のイメージとそれほど差がないので満足していますということですね。で、写真なんですけどもね、ガジピンでないという割にはなかなかのシャープ、目測カメラということでね、まあ、距離は山間なんですけどね、いい感じで撮られておりますね。で、2枚目がね、なかなかいいですね。ちょっとね、強い光のところがフレアなんですけどもね、色彩は非常にいい感じで写っております。これフィルムが、フィルムはね、富士フィルム業務用100という、業務用100だったら忠実再現なんで、ここまで鮮やかに映ればレンズはなかなかのものになると思いますね。ツアイスイコン、コンティナーなかなかのレンズ、さすが、ツアイス、コンタックスですね。コンタックスじゃのカールツアイスのね、レンズになってますね。いい写りになっております。はい、ジンさん、ありがとうございます。次が、イクオさんの作品でいいのかな。2枚、繁忙期お疲れ様です。写真投稿させていただきます。1枚目のタイトルが、晩秋の東京。2枚目がね、木枯らし吹く街ということで、どちらもカメラはペンタックスの LX、レンズ SMC ペンタックス M35mmF2.8、フィルムが富士カラー100で撮られておりますね。当日は曇り空でしたということなんですけども、写真なんですけどもね、これね、いつも光がないって言ってますけど、これはありだと思います。これね、光がないんでね、その、なんていうんですか、寒々とした風景を、生かしてあると思うんですね。そういうイメージに合った写真という意味では非常にいいと思います。1枚目よりは2枚目が好きかな。なかなか、いい感じに撮られておりますね。こちらもね、富士カラーの100ということで忠実再現。今日富士カラー100多いな。もともとね、鮮やかな色が出ないフィルム、出にくいフィルムではありますが、これは良かったんだと思います。イクオさん、ありがとうございます。1、2、3、4。あと一人ですね。テラーさんの作品ですね。久しぶりに投稿させていただきます。いつも楽しく動画拝見しておりますということで、タイトルは希望の光。カメラがね、富士フィルムの X Pro 3、レンズが XF35mmF2.0 ということですね。来年は良い1年になるという、本当ですね、今年結構散々だったんでね。で、写真なんですけどもね、これもう東京に憧れのある人だったらね、ものすごくね、印象的だと思いますけど、東京スカイツリーをね、完全逆光、新逆光で、撮られておりますね。まあ、さすがね、競技のレンズということでね、フレアも抑えられていて、コントラストも高い。こんだけの新逆光で、こんだけのコントラスト。ただこれね、トリミングしてもいいと思いますね。これね、画面の両端にね、人が映って、真ん中に自転車に乗ってる人が映ってるんですけども、僕は縦構図で、思いっきりトリミングして、こんなんもありだと思います。まあ、どちらでもいいと言えばいいんですけどもね、縦構図で、トリミングでも良かったとは思いますね。はい、テラーさん、ありがとうございます。今日の作品投稿はここまで、結
構な人数、6人待機してるのかな、まだ次の動画に、回ることになります。すみません。ではここからは、俺のカメラのコーナーになってまいります。俺のカメラのコーナー、今日はね、くにさんの俺のカメラですね、俺のカメラに投稿します。私と同い年の、ニコン F フォトミック FTN を朝焼けとともに撮ってみました。レンズは AI ニッコール 50mmF1.4 です。よろしくお願いしますということですね。お正月は旧正月とも上海で過ごすことになりましたということですね。感染ね、結構広がってるんでお気をつけくださいね。で、写真ね、写真なんですけど、これね、もう1枚目からズドーンと来ておりますが、ベテランさんのね、味をね、十分に出してると思います。これ撮影機材が何なんだろうね。いい色が出てますね。1枚目はね、その、後ろに露出を合わせて、2枚目はカメラに露出を合わせております。ブラックボディのね、ニコン F フォトミックですね。その当日の3枚目ね、その当日の夕景を撮られておりますが、これデジタル写真なのかなちょっとわからないんですけども、この1枚目の写真が非常によろしいということで、くにさんのね、この1枚目の、写真、俺のカメラのタイトル画面にさせていただきます。投稿ありがとうございます。この次は、やったー、やっちまったのコーナーきます。はい、やったー、やっちまったコーナー。今回はね、ガメラさんの、やっちまったかもですかね。タッキーさん、こんにちは。やっちまったのコーナーに投稿します。分解中のコニカオートレフレックス T3 ですが、分解したのが1週間前。その後、忙しくなり、手をつけれず放置し、1週間前ぶりに退治したが、記憶が、点点点。このままやっちまったになる予感。これはありますね。僕もね、もうここまで分解してね、1週間経ったらもう無理ですね、僕はね。まあ、ミラーボックスまで分解したことは実は私ないんですよ。ないんで、もう絶対不可能です。もうここまで分解して1週間。細かく写真を撮ったり、動画を撮ったりしていたらよかったかもしれないですが、記憶だけでやるのはちょっと無理ですね。そんなわけで今日ちょっと今気がつきましたけど、分解するときに動画撮るっていうのは結構ありかもしれないですね。YouTube でアップするためにね、僕の上の人間は動画を撮ったりもするのもいいかもしれないですけども、後で組み立てるときにね、わかんなくなったら動画を見てみたいな感じなのも、便利なのかもしれないです。ちょっと写真を撮るっていうのは結構やるんですけど、動画を撮るっていうのはあんまりないんで、やってみようかなと思いますね。今度難しい分解をするときはね、ガメラさん、無事組み立てれることを祈っております。はい、今日の動画はそんな感じで終わっていきますね。でね、仕事がね、もう長距離走る仕事が終わっちゃって、毎日家に帰ってくることになってるんで、撮影場所はね、年末年始はこの寒い部屋、寒い部屋になりますね。で、月末ライブですか。月末ライブもね、ここから送ることになると思うんですけど、寒すぎてだんだん路列が回らなくなっていくかもしれません。はい、今日の動画はまあこんな感じです。最後まで見ていただきありがとうございました。高評価、コメントの方ね、どしどしお願いします。特に高評価はね、ポチッと押すだけなんでね、高評価の方、ポチッと今すぐでも押していただければと思います。コメントの方ね、頑張って返していっておりますが、家にいるときはね、実はコメント返信なかなかできないんですね。家族が絡んでくるんでね、ちょっとコメント返信は遅れていくことになると、またしても遅れていくことになると思うんですけど、まあ、ね、そのうちで返してはいきますんでね、ぜひともね、コメント返信お願いします。はい、で、チャンネル登録なんですけどね、まあまあ、普通に伸びていっていますね、チャンネル登録ね。まだまだね、チャンネル登録増やそうという思っておりますので、最近ゲリラライブも多いので、ぜひとも、通知オンでね、チャンネル登録していただければと思います。はい、それでは今日の動画はここまで。次はライブになっていくかな。そんなわけで次の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。